ちょっと渋谷くん、これ掴んでみて。いや、あれちょっと待って、なんで掴めてんの。え、お、そう、ほらほら、掴めへんかったでしょ、ほら。たまに掴めちゃうわ。たまに掴めちゃダメ。まあこれはじめのやつだよね。そう、これはじめ社長が紹介してた掴めない物体。おー、面白いなこれ。そうそうそう、これ、まあ仕組みとしては、うん、この内側にも、うん、なんだろう、膜があるから滑り出しちゃう感じなんだよね、こういう風に持つと、シュッと。まあこういう風にずっと繋がってるんだよね。そうそう、あの、縦にすると持てないのよ。横にするとちょっと持てるんだけど。なんでこんなのを考えたんだろうね、これ。おーおーおーみたいな。いいですよ。で、もうこれ掴めないのさ、やっぱ悔しいでしょ。いや別に、もうガッチリと掴みたいでしょ、女の子のハートみたいに。かっこいいこと言った。女の子のハートもこういうふうに滑り落ちちゃダメなわけですよ。なるほど。しっかりと男なら掴まないとダメなわけですよ。なので今回は、はい、オルタナチャンネルで昔やったマイナス79度で何でも凍らせる物体何でも凍らせる物体液体か、こっちに釣られてるよ。何でも凍らせる液体の中に、何でも凍らせなんでいるね。これを入れたら、うん、掴める物体に変わるんじゃないか。あー、確かに。これが液体だから固まって、もうこういうふうにがっつり立ててね、こういうふうに掴めるようになるんじゃないか。確かに。それは気になる実験だね、シンプルに。なんか久々だよね、こういうやつ。今まではぷよぷよボールとかやってきた、うん、意味わかんないやつを凍らせてたから。そう、今回はこれを掴めるっていうのが目標です。ということで皆さん、次回ご期待ください。なんで今やんないんだよ。じゃあ予想してみて、どうなると思う、これが。うん、まあ、破裂する。そう、俺もね、ちょっとそれ心配なんだよ。みんな絶対真似しないでください。もしかしたら本当に破裂する可能性あるかもしれない。このビニールがもう凍って、うん、で割れちゃうみたいな。めちゃ怖。じゃあちょっとやっていきますか。はい、はい、こちら鍋、はい、こちらにエタノールとこちらのドライアイスを入れていきます。おう、そしたらマイナス79度になっているやつですね。あっ、はい、それ客室か、ここは。あ、雑だな、雑だ な, 雑だな。その後は雑だな。あれ、これ右の袖がない。特殊な形状だな。ゴミが冴えてるな。さあ、ということで、やっていきますか。なんか実験機やるのが久々だな。怖い人が勝つことだけではいない。ここだけちぎることある。開きました。さあ、ちょっと手袋して。素手で大丈夫。なんでだよ。大丈夫。無理だろ。手袋しても、手袋すると余計滑るわ。あ、ほんと。こやつを入れていきますね。じゃあまずはエタノールをこの中に注入します。飲まないでね、絶対に。飲んだらごめん。もう顔芸 YouTuber になってください。いや、そうっすよ。ヒカキンさんとやっぱ対抗して、俺もね、変顔 YouTuber できてます。よし、もう早速やっていくよ。お、はい、ドライアイスで入れます。うわっ、うわー。さあ、これでね、ちょっと待つとキンキンに切ると思います。キンキンのキンキンのキンキンだ。すごいな、本当にザ実験って感じだな。そうだね、懐かしい。前のオルタナハウスでね、すごいやったイメージあるけど。確かに実験系 YouTuber って。そう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 、そう。今大食い系だけど、大食いもそんなしてないだろ。さあ、ということで注入していきますか。どうなるか。入れますか。ちょっと触ってみてよ、こう。あ、もうキンキン、超冷えてる。嘘でしょ。マジ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 ックザギャザリング。そんな冷たくないでしょ、絶対。マジックザギャザリング、そんな絶対冷たくない。あ、ちょっと塩もついてきてるね。あ、ほんと塩塩、でもそんな冷たくないでしょ、絶対。うん、あ、冷たくないわ。おーい、リアクションするんじゃないんかい。リアクション。じゃあ入れてみますか。じゃあ、行ってみますか。じゃあどうぞ。怖いね、ちょっと。じゃあ、ちょっと離れてくんで。ねえ隊長、行ってください。もう少しね、頼むんですか。ふぃー。悪いな。じゃあカウントダウンお願いします。いきますよ、じゃあカウントダウンからいきます。はい、カウントダウン TV。 20。 おー、19。 お前だな。18。 刻むね。17。 この間俺何してりゃいい。15。 このカウントダウンの間14。 落とせないよりこう長いな。12。 これプルプルしてればいい。これさあ、それでは皆さん一緒に。ここから10秒前です。いや、そこから始めて。10。 9。 8。 はい。7。 はい。6。入れるよ。5秒前です。さあ、ついに来た。皆さん一緒にご勝負ください。はい、いきますよ。皆さん、おお、まだいかなかった。心の準備はいいですか。準備はできてるよ、もう。5。はい。4。はい。3。はい。2。1。オッケー、いっちゃえ。怖っ、マジで怖いな。ちょっと待った、やばいかもしんない。マジでやばいかもしんない。ちょっと待って、画面に2人とも映ってないかもしれない。ちょっとこれ怖いな、マジで。ちょっとみんな絶対真似しないで。俺このさ、鍋の先っぽが刺さるかもしれない、爆発して。めっちゃ喋るよ。めっちゃこの実験所長喋るよ。いかにもさ、割れそうじゃん、これ。なんかぷっくりしてね。あー、でも大丈夫だよ。
なんかでかくなってね。膨らんではいるね。うわー怖っ。膨張してはいる。そんな固まってる感じじゃないよ。あ、よかったよかった。ちゃんと霜もついてきた。霜メイン。もうちょっとエタノール。飲まないでよ、絶対エタノール。怖いこと言わないで。ちょっと浸るぐらい。お、さあどうでしょう。もうちょっとドライアイス見てみるか。攻めるよ、俺は。俺だ。さあ、グツグツと沸騰した感じになっております。さあ、果たしてどうなるのか。普通の水だったら固まるはずだよね。まあ、中身がね、うん、固まらないってことは普通の水じゃない可能性もある。トングを持ってこよう。さすがトング系 YouTuber。 いや、特殊だな。実家に200万個からトングがある。トングだけ紹介するのか。世界のトングから。いや、世界の車窓からみたいに言うな。おお、どうですか渋谷くん、すごいですよ。おお、いきますよ、ひっくり返しますよ。ティリッティリッティッティー、カチカチやで。ほんとだ。なんかあれみたい、クーラーボックスに入れとく、なんか冷やすためのやつ。確かにカチカチになってる。ただやっぱ触れてない部分は全然固まらないけど、もう下になってた部分はカチカチになってた。あ、じゃあちょっとこれぐらいで揚げてみようか。おお、引き上げます。うまそう。ちょっとうん、うまそうだな。メロンっぽいな。じゃあやりましたよ、これ。固まりました。ちゃんと固まってる。いや、ただ問題はこれ掴めるかどうかなんですよ。掴めるだろう。これがね、掴めない可能性あるんですよね。どうでも掴めるだろう、これはもう。いやー、どうなってるか。それでは皆さん、ご唱和ください。45、44、43。困った時の顔芸。困った時の顔芸や。じゃあ、渋谷くん持ってみますか。あ、いいよ、研究長が。研究所長。じゃあ、正規の実験、はい、いきますよ。はい、3、2、1。おお、嘘だろ。え、どういうこと。掴めるな。ああ、ほんと落としちゃった。ああ、ああ、ピューピュー出ちゃった。緑の液体が割れて。緑の、あれ中緑やん。中緑の液体がピューピュー出てんだけど、これ。じゃあ掴めるかやんないよ、まず。掴めるけど、ピューピュー出ちゃう。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 で、中側は多分そんなに凍ってなかったから、本当に、何、チューベットみたいな感じになってる。ああ、地域によって名前が違うけれども、チューベットとか、そうそう、チューチューブでいいけども、こんな感じで、中がね、こんな感じ。中がちゃんと緑だったね、その、うん、ゴムの部分、周りの部分が緑とかじゃなくて、中の液体が緑なんだ。だね、もう初めから色がついてた、これ。それちょっと飲んでみてもらってもいい？メロンジュースの可能性あるからさ。確かにな、うん、チューやめろ、殺す気か。早い。ということで、実験の成果、掴めない物体はマイナス79度にすると固まって掴める。一瞬だったけどね。一瞬掴んだ瞬間、その瞬間もうちょっと俺も掴みたかったけど、もう落っことしてピューって出る。落っことしつとピューと出るってことです。実験結果としては俺掴んでないもんな。確かに、まだ綺麗です。綺麗です。凍る感じも綺麗。うん、ということで、ぜひ皆さんは真似しないでこのね、動画で学んでください。あー